食器の形状を侮るなかれ。寿司屋の湯飲みはずっしりと重い。普段使いの他の食器と違った重さである。重たいだろうなと思いつつ持ち上げると、果たして重い、果たして重いと、うんこれこれと大きくうなずく。このうんこれこれは、これまで何回も経験している実感のこれこれで、懐かしいこれこれであり、好ましいこれこれである。寿司屋の湯飲みはこの重さでなくてはならない。寿司屋の湯飲みは大きくてずっしり重いということが刷り込まれているから、たまに小さくて軽い湯飲みを出されるとまごまごする。しばらくはまごまごしながら飲む。ずっしりと重い大きな湯飲みを両手で抱え込むように持って、しばらくそのままでいる。自分が予測した重さと実際の重さがぴったり一致したことが嬉しい。やったねと嬉しい。それほどでもないか。その湯飲みが僕の信頼に応えたということに、ことにもなる。信頼関係が生まれたとも言える。次回その湯飲みを持ち上げるときには、すでにその重さを熟知しているわけだから、予測と実際の精度は増しているはずで、そのことがますます嬉しいかというと、そんなことはない。双方に慣れが生じていて、感激は薄れている。双方になんてつい書いてしまったが、双方にってことはありえないな。この逆の例もある。老舗っぽい蕎麦屋に入って天丼を注文する。天丼がやってくる。丼ぶり物だから、端を右手に構えて左手で丼ぶりを持ち上げることになる。この時も丼ぶりのおおよその重さは知っているから、それに相応した力と速度でもって持ち上げることになる。もちろん誰もが頭の中でいちいち意識してそういうことをやっているわけではない。体の関係諸器官が本人を無視してやってくれている。そういうわけで、その時も本人を差し置いて、関係諸器官が天丼に見合った力と速度で持ち上げると、なぜか丼ぶりは急速度で持ち上がり、普段なら顎のあたりの位置で止まるはずなのに、勢い余って頭のてっぺんのあたりまで持ち上がってしまうのだった。丼ぶりがプラスチックだったのだ。本人は丼ぶりが肩のあたりを通過した時点でそのことに気がついたのだが、勢いが止まらなかった。この時本人はどういう気持ちになるかというと、まず恥ずかしい。天丼を左手で頭の高さに掲げている自分の姿が恥ずかしい。人に、あの人は何をしているのだろうと思われることが恥ずかしい。その次に悔しさが来る。裏切られたことが悔しい。何の疑いも持たなかった自分が悔しい。悔しさが収まってくると、次に憎しみが来る。自分を騙した丼が憎い。相手が信じきっていることを知っての上での犯行なのだ。しかし、とここで考える。自分を騙したのは丼ではなく、この店の主人である。主人の姿を探すと、何事もなかったかのように次の客の丼物に取り掛かっている。このように昨今は丼物には注意をしないと危ない。急須も危ない。特に和風旅館の急須は危ない。畳の部屋に茶舞台、茶舞台の上にポットと急須、その横が床の間などという昭和レトロの旅館が危ない。時代は昭和であるから、急須は瀬戸物と誰もが思い込んでいるから危ない。あっちあっちっちと危ない。ここまでは思った通りに重い場合と思った以上に軽い場合を取り上げてきたが、では思った以上に重い場合、人はどのように反応するのだろう。このものはだいたいこのぐらいの重さだろうなと思いつつ持ち上げると、それ以上に重い。その瞬間、どういう思いが頭を駆け巡るのだろう。峠の釜飯というものがありますね。
この釜飯を食べる機会はめったにないのだが、その形と重さはみんなの記憶に残っている。久しぶりに再会してその記憶を頼りに持ち上げると、思っていた以上に重い。たかが駅弁だと思うからだろうか、何回持っても持つたびに思っていた以上にずっしりと重い。思ってた以上に重いことを熟知していて、その点を考慮しつつ持ち上げるのだが、それでも思った以上に重い。峠の釜飯の場合は蕎麦屋の天丼のように関係諸機関に任せているわけではなく、最初の段階から本人が先頭に立ってこの作業に参加している。事前に入念な予測を立て、記憶を呼び戻し、かなり正確と思われる数値を算出して望んだにもかかわらず、それ以上に重い。幸いなことに、このことがとても嬉しい。重すぎることが峠の釜飯に限って嬉しい。結論、食器の形状はあざなえる縄のごとし。